ここからは番組のコーナーをお届けします。ヘイホロメン。はい、 BGM こんな感じになりました。ヘイになんかポキポキポキみたいな。そうなんですよ。ちょっと新しい。ヘイヘイシリがさ、もしかして、あ、そうですそうです、バレちゃいました。わかっちゃいました。あー、なるほど、そういう感じなんですね。言うこと聞かなきゃ。そう、言うこと聞かなきゃいけないんですよ。何でも言うこと聞いてくれるんですか。いや、すみません、ね、よくわかりません。あ、ちょ、ほらほら、認識してないやんけ。ダメなんですよ。ということでね、あの、出演するホロライブメンバーにあなたが好きなシチュエーションで好きなセリフをね、言ってもらえるというコーナー、それが、ヘイホロメンでございますね。まあ、あの、お願いを聞いてもらうわけではないんですけど、ちょ、これ言ってよ、みたいな感じですよ。やれ、嫌がってる。あれ、得意じゃないのかな、何をされるのかがわかりませんが。まあ、まだ見てないですからね、ガチで。怖い。どんなの来るんだろうな。じゃあ、ちょっと、もうあの、お便り来ているのでやっていきたいんですが、どっち先あります？ちなみに。そういう感じ？そうです。どっち先あります？松井さんは一気に X で召喚。すごい、バーサーカータイプが来た。召喚されちゃったよ。はい。じゃあ、最初松井さんにやっていただきましょう。シチュエーションとセリフはこちらです。あ、で、いいですね。ラジオネーム、天子さんからいただきました。ありがとうございます。はい。シチュエーション。真夏のバス停で二人きり。で、セリフは、二人きりだね。ねえ、このまま二人で遠くまで行っちゃおっかという。いいですか？なんで笑ったの？恥ずかしい、これ。解釈が分かれる。ガッチね、ガッチな。いやね、まつりちゃんの、この真の姿を知っているものは、まあ、そっちの方面に行くのかな、だけど、まつりちゃんと淡い恋を期待してる人は、あ、なんかこっちなんだろうな、みたいな。おー、オタク深読み早速、まだ読んでないのに。ちょっと、バッドエンドに分かれそうな。いや、メリーバッドエンドって感じですかね。あ、なるほどね、なるほど。まあ、どういう感じでちょっとね、まつりちゃんが出してくるのか、ちょっと期待ですね。確かに確かに、はい、ちょっと王道想像しちゃったんですかね、まつりさんどう来るか。じゃあお願いします。ヘイ夏色祭り、このセリフを言って。二人きりだね。ねえ、このまま二人で遠くまで行っちゃおっか。うわー、あれ清楚なんだが。清楚だけど、なんだろう、すごいもう世界から誰もいなくなった。わかる、なんか終末とありましたよね。そう、なんかもうそう、最終的にあの荒廃した街を二人で歩いていくみたいな、そんな。それはそれで好きなんですけど、そういう世界系も ね。なんかこういう感じがちょっとしましたね。ちなみに松井さん個人のあの今読んだ感じだとどんな感じでした、気持ちは。あ、でもなんだろう、本当に誰もいない感じの、お、しんとしたとこで、はいはい、なんか海の方に歩きたいなと思いながら言ったから。うわ、この続き気になる。大丈夫、それ最終的にまつりちゃん背中から羽生えてどっか飛んでいかなきゃ。ああ、まつりさん。ついに清楚になったんだね。それは彼女の清楚を探す旅だった。見つけたんだね。見つけたんだね。よかったね。ハッピーエンドですかね。どうなんでしょう。ハッピーエンドかもしれない。はい。じゃあちょっとふぶきさんもこんな感じでやっていただきたいと思ってるんですよ。いいですか？はい。なるほど。まあ、聞く方は楽しいですからね。じゃあ紹介します。ラジオネーム猫平行さんからいただきました。シチュエーション。不器用ながらも一生懸命に手料理を作ったメイドの彼女。メイドであり、メイドか。無事だ。すごいね、もりもりですね。セリフ、お待たせ、じゃじゃん、オムライス作ってみました。まあ、形は見ての通りなんだけど、味の方は大丈夫なはず。じゃあ最後に、美味しくなれ、美味しくなれ、萌え萌えキュン、はい、召し上がれというところね。感情込めて。どんなシチュエーションなんだ。はい。どう来るか。これ、ちゃんと食べてくださいね、これね。あ、じゃあ、いただきますね。はい、はい、はい。それでは、いきますよ。ヘイ、白神吹雪、このセリフを言って。お待たせー、じゃじゃーん、オムライス作ってみました。まあ、形は見ての通りなんだけど、味の方は大丈夫な、はず。じゃあ、最後に、愛情たっぷりのデスソースかけるね。あれ？愛しくなーれ、美味しくなーれ、萌え萌えキュン、ブシュー。はい、召し上がれ。
いや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 、ちょ、やらないんだよ。自分、不器用ですから。いやいやいや、許されないのよ、ディスソースを。やばすぎる。いいじゃないよ。でも、不器用だからさ、合うかな。そういうドジっ子、ドジっ子じゃないんだよな。あれ、キャップでデスソースと間違えるのね、やばいのよ。そう。丁寧に関わるのよ。ああ、そうか。ブシュブシュって言ったしね。ダメか。結構いっぱいかけたつもりなんですけど。自分で。いっぱいかけちゃったよりダメだね。まあ、美味しいとは思うけど、ちょっと限度がね。ダメか。ありますから。でもこれ食べていったら、彼女の作ったもの食べられないなんてことはないはずなんだよ、多分ね。命がけで食べていただきます。あ、確かにね。猫平子さん。うめえうめえ。いつもお便りありがとうございました。ありがとうございます。お時間になりました。どうでした？新しいコーナーやってみて。いやー、これやっぱりずるいんですよね。我々だけやけどって、A ちゃんがやけどだね。いいです、いいコーナーですね。ちょっと。どういうことだ？お便り送れないんですか？尺がなかったな。残念。いや、これはちょっと A ちゃんにも盛り上がっちゃいましたからね。じゃあちょっと終了ということで。終了なんですか？こんな感じで、ホロライブのタレントに、ホロライブのですよ、私じゃないですよ。ホロライブのタレントに、セリフとそのシチュエーションをセットにして送ってきてください。以上、ヘイホロメンのコーナーでした。ホロライブプレゼンツ、ホロのラジオ、私たちの